皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ折り紙キングパート69やっていきましょう。今回もキノピオポイントを使ってアートを解放するところからやっていこうと思ったんですが、前回やって分かりました、めちゃくちゃ時間がかかりますね。全部やるとこの枠が終わってしまうと思うので、今回は早送りでちゃちゃっとやってしまいましょう。で、アートは一番最後に思い出を振り返りながら一枚一枚見ていきたいと思いますので、その回も皆さん楽しみにしておいてください。で、これを全部開ければ多分トロフィーが手に入るので、トロフィーが手に入るところまでどんどん開けていきましょう。はい、最後の1枚開けていきましょう。 OK、 キノピオポイントを使い切りました。これで全部開きましたけど、あれ、トロフィーは、え、嘘、え、なんで、待って待って待って、アートを全部解放するみたいな、あー来た、びっくりした、トロフィー手に入んないのかと思っちゃいました。はい、ピンポンパンポンなりまして、トロフィー取りに行きましょう。ですよね、よかった。 OK OK OK、 こんにちは。マリオさん、トロフィーが届いていますよ、ありがとう。アートコレクターいいですね。これで残り3つ、なんだったっけ、ほら、あと3個なんですけど、1個があれ、待って、フィギュアか、フィギュアのコンプリートで、もう1個がなんかクイズじゃなくて、なんかもう2つあるんですよ。なんだったっけなんとかロワイヤルみたいなやつとか、あー忘れちゃったな、名前忘れちゃったな。で、それがどこでやるかわからないんですよね。なので、まあ、この VS マシーンが終わったらまたいろいろやっていきたいと思います。よし、じゃあ VS マシーンいきますよ。アートコレクター達成はいいんですけど、VS マシーンで全てのボスをオープンして倒すことができたら得点がありますよ。わかっています。今回はどこまでいけるでしょうか。ボス戦は終われるんじゃないかなと思ってるんですけど、さすがに無理か。ボス系やっていきましょう。こいつは何だったっけ、雷雲の上でなんかわちゃわちゃしてるイメージがあるんですけども、ちっちゃい KK を倒してからみたいな感じでしたっけ。覚えてないな、これやったの何ヶ月前ですか。矢印をつなげろ、ヒント取るか。あー待って、あ、そっかそっかそっか、持ってかれるんだ。オンオフスイッチと日神、その2つをとりあえず取り返しましょう。雷ガード、雷ガードのところは通れないんですけど、ぐるっと回ってぐるっと回って、落ち着け落ち着け。待って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 、下行って下行って、待って待って待って、ぐるっと回る。で、こう来て、あ、これでいいじゃん。これでオンオフスイッチのところは取ってると思うんですけど、ぐるっと回って、下行って、ぐるっと回って、下行って、オッケーオッケーオッケー。で、プラス1も取りたい。これでもいい？はい、ぐるっと回って、下行って、ぐるっと回って、下行って、オッケーオッケーオッケー。ちょっともう考えるだけで1分ぐらい経っちゃったんですけども、はい、まあもう1周ですね。はい、もう1周回って、一応ヒントを読んでいきましょう。分かってはいるけどね。パネルを持っている折り紙兵を倒せば取り返せるぞ、ですよね。プラス1意味ないか？プラス1取っても関係なかったような気がする。だったらここはキラキラ伝説のハンマーありますね。これで叩いていきましょう。多分トゲがあるのでジャンプは食らいませんよ。はい、ここ行け、エクセレントを出したかったけど、まあいいや。もう一発か。はい、もう一発、オッケー、ナイス。あ、2発で意味がありました。はい、オンオフスイッチを取り返したのでガード、あとは日神を取り返しましょう。ガード、おっとでかいよ。はい、ガード、オッケーオッケーオッケー。なかなか食らったな。でもここまで来れば伝説系が使えるので、大丈夫というか、まあそんなに難しくはないと思います。ぐるっと回って、待てよ。こう来て、これを待て、こうすれば、いやダメか、最後攻撃しないといけないんで、ぐるっと回って、あ、オンオフ、あ、これでいけるじゃん。あれ、何も動かさなくてもいける気がする。ぐるっと回って下行って、でぐるっと回って下行って、いけてるな。だとしたらここはあとプラスを取れば大丈夫でしょうか。ぐるっと、もう一回やらして、ぐるっと回して下行って、でオンオフを押すけど、はい、ぐるっと回って下行って、完璧完璧です。なんで3回も回させるんでしょうか。なんかやり逃してることがあるとか大丈夫？いや大丈夫だとは思いますけども。はい、オンオフスイッチを押しまして、オンパネルを取り返したら魔法陣を使って一気に倒せ、分かっていますよ。日神を使えば確か一気にあのちっちゃい KK を倒せるんですよね。じゃあ伝説のハンマー2発でまたこいつも倒していきましょう。ナイスだろうがエクセレントだろうが倒せるとは思いますけど、エクセレントを出したい。 OK、 まあエクセレントでも1回じゃ倒せないんですもんね。エクセレントを出したい、無理。
まあまあまあ何でもいいんですよ。はい、そしたらひがみがきましてガード、オッケーオッケーオッケー。はい、でここもガード、待って、結構食らうんだよな。ガード24、なかなか食らう。ひがみ1回で倒せるんだったっけ、覚えてね。なんかひがみだけで KK を倒せたような記憶もあるんですけども、ぐるっと回ってこれでよくないか、ぐるっと回って下行ってぐるっと回って OKOK、 これでいけてる。土神は使わなくてもいいよね。よし、じゃあひがみだけでいきましょう。土神、いや違うよな、あれ覚えてないんだけど、KK たちは炎に弱いぞ、分かった。よし、じゃあこれを使っていきましょう。相手の近くじゃないと威力が弱いとかそういうわけでもないと思いますので、もうここで使ってしまいますよ。はい、変身だ、いけいけひがみ。オリビアちゃん盛り上がってきたということで、盛り上がってきたは土神ですけどね。あー、なるほど、 KK は攻撃できないのか。これで下降りてくる、降りてこない。はい、敵のアクション待って待って。はい、ここガード、敵を下ろすときに土神を使うんだったっけか。はい、相手をここガードして降りてきて、ちょっと降りてこないの、あ降りてこない、え、そんなことある。あ、降りてきた降りてきた、オッケーオッケーオッケー。あとはひがみさえ使えればいいんですけど、なんで取ってく。まあ土神は使わないんでひがみを取り返していきましょう。うわ、なんか溜めてる、待て待て待て、回復もした方がいいですね。ぐるっと回って下行って、ぐるっと回って下行って、あー、ここか、ここを回して、ぐるっと回って、あ、ひがみのとこ攻撃したいんで、これがいいんですけど、最終的、あ、これでいいのか。あー、ダメだ、こうして、こうすればいいのか。そうすれば、ぐるっと回って下行って、ぐるっと回って下行って、ぐるっと回って、オッケーオッケーオッケー。で、あとは、あ、ハートを取りたい。プラス1よりハートか。いや待てよ、いや大丈夫か。待て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 、ハートが欲しい。ぐるっと回ってだから、ここをとりあえず取っとく。ぐるっと回って下行って、ぐるっと回って、あーダメだ、これだとダメだ、こうすればいいのか。ぐるっと回って、下行って、オッケー、これでいってるはず。ぐるっと、待て待て、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫。ぐるっと回って下行って、オッケー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 、さすがにいってる。で、ハートが欲しかったんですよ、どうしても。そしたら、ぐるっと回って、何回言ってんの、これを。はい、ハート取りまして、完璧。結構、体力が危ないんですよね。そして、ここのヒントを読みまして、オンパネルを取り返したら、それしか言わないんですか、あなたは。よし、じゃあ、ここ行きましょう。伝説のハンマー2発で行きますよ。そうすれば、こいつを倒して、あとは、ひがみを使えば勝てる。いけ、はい、ここ、マリちゃん、こっけ、あたたた、グレイト。あ、待って、相手も当たってる。なんか、ボス KK にも攻撃当たってる。なんかそんなの関係なかった気が、あーいって、それは聞いてない、それは聞いてないです。オンオフをしてひがみを押せばいいだけなんで、あとはそんな難しくない。待って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 、こう来てこう来てでしょ。ぐるっと回ってオンオフをしてる。で、下行って、で、ここであとはこいつを踏めばいいだけなんですけども、できれば、できれば、待てよ、できればハートが欲しいんですよ。なのでこうするか。ぐるっと回ってよ、あいいのか。ぐるっと回って下行って、そのまま、ハート、オッケー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 、完璧です。確かこれ一発じゃなかったっけ、違ったっけ、半分ぐらいだったっけ。はい、回復をしまして、ここひがみを使っていきましょう。 KK たちは火に弱いと聞いているんですけど、どうなんでしょうか。なんかもう忘れちゃったんだよね、本当。もう遠い昔の記憶、天空スパーランドとかもう覚えてないよ。はい、ここバーッと行きまして、 OK 一発、素晴らしい。6分43秒85でクリアしました。早いのか遅いのかは分かりませんが、まあまあまあ早いんじゃないでしょうか。よし、じゃあ次は黒い手行きましょう。黒い手ってどうやってやるんだったっけ、あれ。なんかオリビアちゃんが取られちゃうんですよね。で、じゃんけんだ、こいつ運ゲーだ、じゃんけんだ。うーわ、マジか。よし、 VS バトル頑張っていきましょう。まずは中のオリビアちゃんを取り戻さないといけないので、あれ、そういう決まりはない、今回は。今回はオリビアちゃん最初から使える、忘れちゃったんですけど、ハンマー使うんだったっけか。うわ、忘れた。ぐるっと回って裏側から行かないといけないみたいな記憶があるんですけど、それはまた違う。こうして、こうして、かけるに2個取るとどうなるんだ。あ、取れないのか。だとしたら、ここは、神様使えるけど多分違うよね。ぐるっと回って、じゃあこれでいこっか。
とりあえずこれでいきましょう。何をしている何をしている、あ、待って、そんなの卑怯じゃん、そんなのずるいよ。待って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 、はい敵のアクション、はいここ待って、グーパンガードしていく。え、オリビアちゃんは中にいる、あそのパターンじゃない、もしかしてこれ神様使っていいのか。じゃあもう使うよ、土神か、ちょっと忘れちゃったな。下行って、じゃあこれ氷神にする、あこれ水神か、水神にする、土がなんか土神っぽい気がするんだけど、 MK さんの勝手な予想。待て、一応これでヒントも読めるんで、ヒント読んで土神、これでいきましょう。なんかオリビアちゃん中にいなかったっけ、近寄りすぎるとパネルを弾かれ、遠すぎるとカウンターされてしまう、少しだけ離れた位置から攻撃だ、そういえばそうだったね、忘れちゃったよ忘れちゃ、あほらほらほらオリビアちゃん捕まってんじゃん、なんだよ、そうだったそうだった、待って待って待って、はいグーパンをガードしていく。ってことは、2マス目だな、その2マス目で攻撃しないといけない、もう覚えてないってば。下行って、ここで攻撃しないといけないんで、かける2を確定でまずは取りまして、あー待って無理だな、これだと無理なんで、こうしてこうか、ぐるっと回って下行ってかける2の、オッケーオッケーオッケー、オリビアちゃん捕まってるんだったら捕まってるって先に私に言って。でこれ確かね、ジャンプするとダメなんで、で、あ、ポイ投げハンマーか、いや伝説のハンマーでいいのか、伝説のハンマー使っていきましょう。はいここぐーっと行って、エクセレント、素晴らしい、オッケーオッケーオッケー。でオリビアちゃんが出てこない、どういう仕様だったっけ、つかみ投げもうが、待って待って、ガード、うわガードしたよ、ガードしたかな、まあいいんですけど、じゃあまた近くに行かないといけないので、ぐるっと回って、あれさっきと一緒じゃね、なんかさっきとマス目が一緒な気がするんですけど、 MK さんの気のせいでしょうか。ここぐるっと回して、ぐるっと回して、これでかける2の攻撃、 OKOKOK、 このかける2を取るのが大事ですね。はいじゃあここの攻撃は伝説のハンマー打っていきましょう。黒い手、これとどめどうするんだったっけな、じゃんけんの前にさ、なんかやることがあったような気がする。はいオリビアちゃん出てきました、やったやっと神様が使えるようになったんですけども、神の手を使うんでしたっけ、これって神の手でじゃんけんか、あれ忘れちゃった。おージャンプして、なんだなんだなんだ、あ出た出た、こっからよ問題は、どうする、もう運ゲーだもんなこうなるとな。相手の近くに行かあ、これは近づきついた方がいいんだったっけか、あとなんかそうだった気がする、これは近づいた方がいいんだ。だとしたらまずはどうする、グーチョキパーチョキでいく一番近いのがチョキだと思うんで、こうしてチョキでいきましょう。ぐるっと回って、オッケーオッケーオッケー、確かね近い方が攻撃力が増すんだよこれ。近くでじゃんけんすると攻撃力は高いがガードしづらく、遠くだと攻撃力は低いがガードしやすい、よしじゃあ近くでやっていきましょう。はい神の手でじゃんけん発動、いきますよ、今回は勝つよ、いけ、はいここ握って、ポンでコントローラーを触れ、いきます、じゃんけんポン、はいどうだ、出す、うわチョキ、アイコ多いな、これどうすればいいの、もう運ゲーだよね、なんか事前に分かるやつないよね。じゃあもう行くよ次も、もう結局運だ。ぐるっと回って、じゃあ今度はまたチョキだ、もう MK さんはチョキ、今回はチョキを信じましょう。はいぐるっと回っていけ、チョキだ、もう負けるまでチョキ出す、待つ、負けるか勝ってるかまでチョキ出すから、 MK さんはカミカミですけど大丈夫ですか、よし行きましょう、じゃんけんポン、いけチョキ、うわなんなんだ、もうあいこすぎ、もうってことは MK さんはどんどんチョキを出すしかないですよ、もうチョキばっかりでいきましょう。はいここぐるっと回して、落ち着け、あとはいいんだな。こうして、あー危ね危ね危ね、びっくりした。こうしてこうすんのか、はいオッケーチョキ、もう MK さんはチョキしか出さんからなMK さんはチョキしか出さんからな、よし行くぞ。はいここ握って、ポンでコントローラーを振れ、じゃんけんポン、いけチョキだ、オッケー、信じる者が勝つチョキだけの者が勝つ、オッケーラッシュタイム、ラッシュタイム、いけ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 、オッケー、次勝てばとどめだな。今度はどうしよう、もうチョキで行く、MK さんチョキしか出さなくていいんじゃないか、もうチョキ戦法です、こうなったら、いけMK さんの直戦法決まるんでしょうか。これは、それしか言わないね、もう運ゲーだ、よし行け、相手は連続でパーでしょ、運ゲーだから結局、行きますよ、はいポンでコントローラーを振れ、チョキです、じゃんけんポン、いけチョキだ、オッケー、そういうこと、
そういうことです。はい、ラッシュタイムで勝っていく。素晴らしい素晴らしい。皆さんもじゃんけんするときはチョキでいきましょう。今後チョキ勝てるよ。やっぱビクトリーの V ですから、チョキは全然勝てる。オッケーオッケーオッケー。はい、記録更新しまして、よーし、じゃあハサミいきますか。いや、どうする、ホッチキスいく、なんかホッチキスの方が簡単な気がするんですけど、こっちからやってもいいですか。そう、ハサミはね、あの一撃必殺技があるんで、それがちょっと厄介なんですよ。先にホッチキスからやっていきましょう。次回の初っ端なハサミ戦でいきたいと思います。よーし、いきますよ。 VS バトル、こいつはそんな難しいイメージないぞ。矢印をつなげろ。まずは宝箱を取ってで、オンオフスイッチを出さないといけないんですよね。あとはプラス1も取りたいんですけど、あと2回しか動かせないので、どうしようかな。待って、ぐるっと回って宝箱も取ってプラス1も取っては無理か、無理だな。じゃあいいや、普通に攻撃しよう。普通にこうやっていけば、ぐるっと回ってオンオフをして、オッケー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 、いいな。あ、待って、どうする。待って、このままにしといて、あと2回回せるから、あ、こうすればいいのか。あー、わかった。こうすれば、ぐるっと回って下行って完璧です。なんですけどさ、これ本当はさ、あんまり近くで攻撃しない方がいいんですよ。遠くで攻撃しないと、相手の針の本数を減らせないっていうのがあるんですよね。そう、ホッチキスは結構最近やったのでなんとなく覚えているんですけど、これジャンプする？いや、ハンマーでもいいな。なんかさ、これ針の数があんまり減らないうちに結構ダメージ与えてった方が MK さんはいいような気がするんで、ここはハンマーでやらせてくださいな。はい、いけ。ここぐーっと溜めてエクセレントグレイとか、まあいいでしょう。はい、もう一発ぐーっと溜めてエクセレントグレイとか、まあいいでしょう。本当はエクセレントを出したいんですよ。はい、縫い付け、ガードして、ガードした。オッケー。これ縫い付けられると大ダメージ食らってしまうんで、そこも気をつけていきましょう。今度はオンオフがあるんで、神の手使おっか。なんかリロード中に神の手使うのが多分一番いいんですけど、それ以外でもね、神の手使っても全然いいので、ぐるっと回って神の手でいきましょう。ケイ、本当に分かってるから、 MK さん一回倒してるから。ホッチキスはリロードの時にも確かにオンオフスイッチは必要なんだけど、それは次の宝箱で取ればいいんで、ここは大丈夫。行っちゃって、はい、行け。ラッシュタイム、行け。で、これが結局ね、一番針の本数を吐き出せられるんで、行け。はい、ここ縫い付け、ガード。嘘だ、今もうその時間差は無理、その時間差はどうやっても無理です。はい、敵のアクション、待って。はい、張り抜きされて、うわ、30も食らうっけ。そんな食らうのは聞いてないんですけど、まあしょうがないか。で、この辺りで確か相手がワンワンラッシュしてくるんだよね。なのでここはもう確実に宝箱を取っていきましょう。で、相手に待てよ、まあいいのか、ワンワンラッシュどうせ来るんで、ぐるっと回って、プラス1を取ってかける2も取りたい。本音を言うとプラス1とかける2が取りたいんで、待てよ、かける2プラス1か、もう片方しか取れんか、これは。こう来て、ここでさ、なんかさ、うまいことさ、あ、いけるかもしれん。だとしたら、いや、しゃあないか。ぐるっと回って、うわ、本当はさ、体力とかも欲しかったんですけど、もうここは諦めましょうか。出たハートがうまく直線内にあればいいんですけど、さすがにないよね。はい、じゃあここは開けまして、近距離の縫い付けは2本でマシンガンが8本分かっている。よーし、じゃあここは伝説のアイアンブーツ2回打っていきましょう。そうすれば結構相手の針が減らせると思いますよ。はい、ここ1回2回3回で4回いけるよね。うわ、待って、でもまだ針あるな。はい、1回2回3回で4回いけるんですけども、あと何本だ、6本ぐらいか。あと6本ぐらいの針をなんとかガードしていきましょう。おーどうとオッケー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 。ほら、針がなくなると1ダメージになるんで、そこがチャンスですね。で、オンオフスイッチさっき出しましたので、ここからはラッシュタイムいきましょう。待てよ、オンオフどこある。あー、回復もしたいな。100回復したいな、それ。ぐるっと回って下行って、オンオフをして落ち着け。あと1回なの、うっそ。無理だよ、それは無理だよ。待って、オンオフをしたい、ハートを取りたいから3回回して、いや無理だな。なのでこう来て、ここにオンオフをこうすればいいのか。ぐるっと回って、いや無理だな、こうしちゃ無理だな。
これ回復もできないか。回復して勝つと思ったんですけど、それはさすがにちょっと欲張りみたいなんで、こうするしかないな。ぐるっと回ってぐるっと回って、オッケーオッケーオッケー。本当は回復もしたいんだよ。マリオのハンマーは1本、ジャンプ攻撃は4本減らす。分かってるんですけど、ハンマーの方が攻撃力が高いんですよ。なのでそっちを先にやった方がいいんじゃないかなと MK さんは思ってしまうんですけど、はい、リロード中神の手使っていきましょう。これは結構食らったはず。いけ。何ダメージ、あ、10ダメージいくね。結構いくね。はい、半分以上はいきました。次の、なんだったっけ、赤い針か。赤い針のところでなんとかとどめを刺していきたいんですけど、MK さんの体力が危なすぎるって。マジか。この体力で勝てるかどうかがちょっと不安なんですけども、ぐるっと回って、待てよ。まずは回復するのとオンオフスイッチを出すことに集中しましょうか。こう来て、うわ、回復したいんだよな。回復してえな。あと2回回せるんで、これを、落ち着け。これを、いや、ここまでは確定だ。もうこうするしかないな。これで、こう来て、こう来て。しゃーなし。これはしゃーなし。本当は、そう、プラス1を取りたかった。MK さんも。なんですけど、もうしゃーなしだ。はい、じゃあ、ここ行きまして、キラキラ伝説のアイアンブーツか。よし、これで行きましょう。2回攻撃できると針の数も減らせるんですけどね。1回、2回、3回、4回で4本だけ減らした。全部で何本あるんですか？30本ぐらいあるんだったらちょっとあれなんですけど。はい、レッドマシンガンガード。うおーとと、結構、食らうな。え？まずいぞ。そんな食らうと思ってなかった。そしたら今度はオンオフスイッチがあるんで、回復取りながらオンオフスイッチをしていきましょう。ここをこう来て、オンオフをして、あと、うわ、あと1回しかいけないの？うわ、もうそれきついんだよな。そうなるときついんだって。落ち着け落ち着け。ここまで確定で、ここも確定でしょ結局。で、あ、こうすれば、ここの間で、うわ、ないし。ここの間にないし。回復。マジか。ちょっと待てよ。喉がちょっとつっかえてしまったんですけども。うわ、しゃあないな。もうじゃあしゃあないな。ないもんな。かけるにとっても意味ないんで。もうじゃあこうする？もうマジか。回復しないとまずいような気がする。まだ大丈夫か？さすがに。いけ。はい、マリオのアクション。はい、ここは神の手使っていきましょう。次耐えれるかどうかがあれだな。いけ。はい、叩け叩け叩け。はい、なかなかダメージは入っているんですけど、次のラッシュタイムで倒せるね。で、針もなかなか減っている。落ち着け。縫い付けでしょ。縫い付け、ここはガード。うわ、やべ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 。これ結構食らうって。やばいぞ、やばいぞ。針で止められて動けない。やばい、やばい、やばい。待って待って待って。これ結構食らうと見た。針抜き、やばい、やばい。おー、とうとう73。まあ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 。まだ大丈夫ではあるけど、次100回復しないとまずいな。次100回復しないとまずい、かつオンオフスイッチを出さないとまずいんで、オンオフスイッチも出しながらやっていきましょう。こう来て、下行って、攻撃はね、これしなくてもいいんじゃないか。回復優先だな。回復優先だ。いきます。あと1回しか回せないんで、ぐるっと回って回復優先。 OK 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 で、攻撃はもうラッシュタイムであと倒せるんで OK。 はい、そしたらこう行って OK。オッケーしか言ってない。はい、100回復しまして、来いよ。はい、敵のアクション来いよ。ワンワンラッシュ。いや、針の個数がそんなにないんで、これはそんな食らわないはず。来い来い来い。ほら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 。針がないと1ダメージなんですね。で、こっからマシンガンとかも飛んでこないんで、次の針をリロードしている間にラッシュタイムで倒してしまいましょう。いや、よかった。あとはもうオンオフをしてラッシュするだけなんで、ぐるっと回って、オンオフそこにあるんですか？また絶妙な位置にありますね。はい、じゃあこう来て、こう来て、OK だな。で、一応回復もしとく？多分意味はないけど、回復もしておきましょう。はい、ぐるっと回って、オンオフをして、回復もして、OK。いや、絶対ハサミよりこいつの方が弱いよ。ちょっと時間かかるだけだって、こいつは。いけ！はい、ラッシュタイム、ラッシュ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 。これはさすがにいったと思います。オッケーオッケーオッケー。なんだ、あ、何、最後にへしょれドッカン。こんなのあったっけ。なんか MK さんストーリー中でこのへしょれってやつやってない気がする。覚えてる皆さん、なんか初めて見たような気がするんですけど、まあいっか。倒せたことには変わりありません。オッケー。ということで、なんとか、
VS マシーンの、ホッチキス倒すことができました。よし、じゃあ次回だな、次回ハサミ戦やっていきたいと思います。頑張っていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。